こんばんは、平山茂です。今日は8月12日木曜日でございますね。現在時刻は夜の8時30分でございます。今日もですね、お仕事という方本当にお疲れ様でございました。本当にお疲れ様です。明日から本格的なお盆休み入るという方多いと思います。はい、ちょっとね、天気がね非常に悪いです。なのであんまりお出かけとかね、あんまりできない人多いと思うんですけれども、まあ、それなりにしっかりお盆をね、お墓参り行かれる方も多いと思います。充実したですね、お盆を過ごしていただきたいなと思います。私もお盆休み明日まででございますけれども、大してお出かけはできておりません。今日は名古屋市栄にあるテレビ塔ですかね、名前がちょっと変わったような気がするんですが、私の認識ではテレビ塔ということで今日はよろしくお願いいたします。まあ、後ろに見えているのがテレビ塔でございます。はい、本当はですね、ライトアップしてるはずだったんですけど、してないですね。なかなかホームページ見るとしてるんです、ライトアップ。でもしてないんです。時間も本当は9時ぐらいまでやってるはずなんですけどね、ちょっとまあまん延防止の兼ね合いもあると思うんですけども、まあちょっとね諦めます。夜のね栄は、まあ前にも一度来たことあるんですけど、今日はまた来ております。ちょっと伸ばしましょうか、ビヨンと。あんまり人がいないように思うかもしれませんけど、この反対側ですね、テレビ塔の今私は北側にいるんですけども、この南側に行くとたくさんの人がいます。はい、そういえばあと今日はですね、夜景を撮りに長島スパーランドというね、長島町にある三重県の長島町にあるところ行ってきたんですけど、そちらもちょっと真っ暗だったんですよね。観覧車だけちょっと綺麗にキラキラしてたんですけど、それ以外のジェットコースターがねいっぱいあってキラキラしてるのかなと思ったら、もう全然真っ暗で、営業はしてたんでしょうけど真っ暗だったので、ちょっと動画は撮りませんでした。なので急遽ね栄にこちらにやってまいりました。まあ今日はそんな流れなんですけれども、まあね、ちょっと本当に天気が非常に悪い、長雨が続くということなんで、本当にまあ災害っていう部分でも本当に気をつけましょう。備蓄しましょう、備蓄をね。明日の明るい時間にもしね家を出れるタイミングがあるのであれば、まあ、お出かけとかされる方は少ないと思いますけれども、ちょっとねスーパーとか行って備蓄とかをねするのはいいんじゃないかなと、もしものため、万が一のためにということで、そういう日に僕は明日備蓄のためにちょっと買い物に行こうと思っております。まあもうもちろんね、もう十分してるという方は素晴らしい。まあ、本当にねちょっとこの天気悪いので何があるか分かりませんから、本当に気をつけましょう。本当に、大丈夫ですから、さあ今日はこんなねちょっと真っ暗なテレビ塔ですけれども、ここでお別れしたいと思います。また明日でございますね。また明日お会いしましょう。平山茂でございました。それではおやすみなさい。また明日。